大奥、仲間幸恵はただの、凶悪犯罪者だった。ヤンクミ、トリックが消えるあかん演技。視聴者からは、安倍博士への救済要請。10月24日、大奥シーズン2、NHK の第14話、シーズン1から通算が放送された。そこで見せた仲間幸恵、43の凶悪な演技に、視聴者が戦立している。 大奥は、吉永文氏の同名漫画作品が原作の、男女逆転江戸パラレルワールドを描く作品。次期将軍の座を狙う野心家、松平定信を、足立海42、三三京、一橋や当主の一橋春貞一橋春貞田を仲間が演じるなど、男女逆転の時代劇に、超実力派のキャスト陣が結集している。以下、 多く第14話までのネタバレを含みます。時代が大きく進んだ第14話では、春貞の息子、徳川家成、中村葵、32と性質の未来、蓮物美佐子32が、主人公のようなポジションになりました。そして、これまでの回に輪をかけて、仲間さん演じる春貞の恐ろしすぎる本性がこれでもかと描写される回でもありました。 子役、それも未就学児の子が本当にえげつない目に遭うシーンもあるので、原作を知るファンからはよく実写化できたなという声も出ています。テレビ誌編集者以下どう。実の子や幼子も権力のために暴殺する時代劇によくある血生臭い話だが、それを差し引いても春貞の行動は異常だった。まず、 人前では可愛がっていた側室オーの方、野村雅美33の幼い息子慶之助を、人目につかない場所では無表情で喉を踏みつける。その際、人の気配、未来化したために慶之助は助かったが、その後、慶之助は食あたりで死亡。さらに、春さは未来と押しが、札川愛美三十五の名前をそれぞれ語り、毒入りのちまき。 ちまきとカステラを届けることで、双方の子供を殺害。裏で春さだが糸を引いているのを察した未来の訴えを聞いて家なりが定信、あ達ちゆに相談したが、家なりは負に落ちない。春さだには後継ぎの邪魔者を殺すならともかく、孫を殺す理由がないからだ。しかし、世には人がもだえ苦しむよう、 楽しむ趣味の者も,のもおるというぞ、という定信足立の言葉で、家なり、中村は幼少期を思い出す。養育係の部女、佐藤恵理子四41が家なりを怪我させてしまった際、必死で謝罪する部女に飲め。飲んで死なずば音が目なし。死ねば、それまでのこと、と、春貞は茶を差し出す。 一気に茶を口にした部女は、血を吐きながら謝ったが、それを見ていた春貞は、うっとりとした甲骨の表情を浮かべていた。また、家なりの改装後に場面が変わり、春貞が遺廃を前に、異常な死人の多さに誰も言及できないことを、ふふ、これが天下って休みたい。思ったより退屈、と、非常に穏やかながらもつまらなそうな声色で、 つぶやいていた。こうした強烈なシーンの数々を開演した仲間に対しては、目を輝かせ、なんて楽しきな笑顔、血を吐いてる人間を見る顔か、これ。とにかく仲間雪恵さんの開演に持っていかれた退屈ね、とつぶやいた鈴を転がすような声と、男が声を語るな、と罵倒した声の違いよ。 人を苦しむのを喜ぶ化け物からどうしてあんな真っ当な息子が生まれたのやら。今やってるドラマを多くで仲間行き演じる美しい化け物出てるから見てほしい。志のないまま権力を手にしてしまい退屈しのぎに身内をまびく化け物です。正直原作より美しすぎる必要あったかなと思ってたけど中身の空虚さがより一層際立つのよ。といった声が、 SNS にも多く寄せられている。そんな中で今、仲間の過去作も話題になっている。仲間さんには、二つの代表作、代表的キャラがありますよね。一つは、2002年から2009年まで続いた学園ドラマ、極戦シリーズ、日本テレビ系で演じていた、熱血教師のヤンクミコと山口クミコ。もう一つは、 2000年から2014年まで続いた、安倍博さん59とダブル主演のミステリードラマ、トリック、トリックシリーズ、テレビ朝日系で演じていた、自称売れっ子マジシャンの山田直子。ちょうど、トリックの再放送がスタートしたタイミングだったので、多くと相乗効果で盛り上がっているんです。テレビ朝日は10月から月末深夜に新たな番組枠、 ティーバー朝日、月曜火曜水曜深夜0時20分、木曜深夜1時26分、関東ローカルを立ち上げた。そして、23日の同枠の初回放送に選ばれたのが、仲間と安倍のトリックだったのだ。ちょうど安倍が今回、堺雅正人49主演のビバント TBS 系。 で正義の味方である警視庁公安部野崎森を演じていたこともあり。上伝の安倍博氏が正義の野崎になって山田の仲間行恵が悪の春定卿になる2023年、切実にこの二人の再共演が見たい。仲間紀恵氏を止められるのは安倍博氏かおらん。誰か安倍博氏呼んできてくれんか でも、山田直子みたいな仲間行き絵って割とやらんよな。なんとなくついてたテレビで始まった多くの仲間行き絵がやばかった、追い上だ、安倍の役名。とか言ってた頃が遥かかなたな会員の演技。と多くで仲間のやばい演技に戦慄し、安倍に助けを求めるドラマファンが多いのだ。 山田とヤンクミの印象が強すぎて、あんまり演技が上手なイメージがなかったんだけど、こんなにすごい演技する人だったんだ、という声もあるように、仲間さんが多くで見せる演技は非常に恐ろしい。ヤンクミの熱血感ぶりや、山田直子のまるっとお見通しだ、という可愛げのある決めセリフは、もう完全に過去のイメージになってしまいましたね。本当にやばい。 恐ろしすぎるあかん演技です。それだけ仲間さんに圧倒的な演技力があるということですが、原作通りなら次回も恐ろしい暗躍が控えている仲間演じる春さだどこまで視聴者を恐怖させるのか。